はい。どうも、西武、所沢車両チャンネルでございます。えー、今回はですね、東武9000系 9101F の続報でございます、えー。10月16日にですね、あの、森林公園研修区からよりまで改装された東武9000系 9101F なんですが、10月17日にですね、 七部鉄道線内を高収蔵して、羽生まで改装されたそうでございます。そして、その後ですね、羽生からですね、あの、縦林方面を走行して、北縦林まで到着したそうでございます。つまり、このことからですね、 9000K9101F は、残念ながら、復帰は叶わぬことになり、廃車解体という形になりました。まあ、2021年6月からですね、車両不具合で、あの、運用離脱をしていたそうなんですが、 まあ、とりあえず修理をね、試みたところだったんですが、残念ながら運用復帰することなく、今回、廃車になってしまいました。これでですね、東部急線系において、初めての廃車解体という形になりました。まあね、これ、およそ2年以上もね、 運用離脱の状態でしたからね。まあ、重度の故障もあったっていう形もあったので。うん。まあ、これは仕方ないですよね。だから、本当にね、残念な気持ちです。まあ、残りの9000系に託す形でしょうね、もう。これはもう。 ということで今回はですね、東部9000系 9101F が廃車になったというニュースでございました。以上で終わります。